最終話の伏線、数多くの伏線が登場している進撃の巨人、その中でも怒涛の伏線回収ラッシュとなったのが最終139話です。第1話に貼られてきた漫画史に残る極上の伏線が回収されていったのには鳥肌が止まりませんでした。ちなみにですね、まだ最終話読んでない方はぜひともですね、一読してから動画を見ることをお勧めします。ということで今回は最終139話の伏線回収について解説考察していきたいと思います。なお進撃の巨人最終話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。この伏線が貼られたのは第123話です。第123話では調査兵団がパラディ島からマーレ大陸までやってきますが、なんとそこでエレンが突如姿を消してしまうんです。しかしその後無事にミカサがエレンを発見すると、俺はお前のなんだ。このエレンの発言を聞いたミカサは家族と答えるんです。すると次の日からエレンは調査兵団の前から姿を消し去る。その後エレンは地ならしをするためにジークと接触しようとするんです。ちなみに地ならしとはパラディ島にある3つの壁の巨人に動けと命令することで大陸中の大地をまっさらにしてしまうこと、もっと言うと全人類を虐殺することです。そう、仲間だったはずのエレンが調査兵団を含めた全人類を殺そうとするんです。一方でエレンは何も言わないので本当に調査兵団を殺そうとしているのか分かりませんでした。そんなエレンが世界を敵に回した真の理由は最終話で明らかになりました。エレンは世界の敵となって虐殺を始めたんですけども、実は全て演技だったんです。そう、エレンは仲間を大切に思っていたのであえてミカサたちと敵対したんです。例えばですね、最終的にミカサやアルミンが自分のことを討ち取らないとダメなので第112話ではわざと嫌われるように2人のことを罵倒しています。死にたくねえ、ミカサとみんなと一緒にいたい。エレンは自由を求めていつも行動していたんですけども、最終話ではアルミンやミカサともっと長生きしたかったと願っています。そう、自由を求めるエレンなんですけども、自分を犠牲にして地ならしをするという不自由な結末に向かわざるを得なかったんです。ではなぜミカサやアルミンがエレンのことを討ち取る必要があったのか。それはエルディア人が巨人化能力によって世界から恐れられているので身の潔白を証明する必要があったんです。そう、エレンはエルディア人であるミカサやアルミンが自分を討伐することでエルディア人はエレンの敵だということを世界に印象付けようとしてたんです。こうしてパラディ島の意志に背いてエレンを討ち取ったアルミンたちを英雄にすることでパラディ島以外の諸外国と交渉を行えるようになりました。ちなみにこの時に諸外国から報復行為を行われたら巨人の力を失ったパラディ島になすすべがありませんよね。なので人類を8割減らすことで戦争を行えなくしたと思われます。では最後に素敵な一説を紹介します。その一説とは、ミカサが家族ではなく恋人と答えていたとしても結局エレンは地ならしをしていたという一説です。そもそも最終話で述べられているようにミカサの選択はストーリーに大きな影響を与えています。ミカサの選択がもたらす結果、全てその結果に行き着くためだけに俺は進み続けた。ミカサの選択がストーリーに影響を与えることはエレンのこの発言より明らかです。なのでミカサが家族と答えたことも大きな影響を与えると思われます。ではミカサが家族ではなく恋人と答えていたらどうなったのか。それでも結局エレンは地ならしをしていたと思われます。しかし第138話ではミカサが恋人と答えていた時のような描写があり、2人でエレンの余生が終わるまでのんびり過ごすという想像のようなものです。そしてこの時はエレンは地ならしを発動していませんでした。ではなぜこの描写では地ならしをしていないのに結局地ならしをすると言えるのか。それは第138話と第139話の内容に矛盾があるからです。第138話の内容はこんな感じです。地ならしを発動しない他に余生を静かに過ごす、マフラーを捨てるように頼む、ミカサに自由になるようにお願いする。ではここで第138話と第139話の矛盾している2つのポイントを見ていきます。1つ目の矛盾点がエレンがミカサに執着しているポイントです。最終第139話を見るとエレンがミカサに執着していることは明らか。俺が死んだ後も10年以上は引きずっててほしい。対して第138話ではミカサに自由になるように発言しています。つまり第138話の内容はエレンの本心とはかけ離れているんです。2つ目の矛盾点がマフラーを最終話で再び巻いているポイントです。第138話ではエレンはミカサにマフラーを捨てるように発言、しかし最終139話では鳥になったエレンがミカサにマフラーを巻いてるんです。このようにですね、138話と139話では内容が矛盾しているんです。そして地ならしを発動せずに余生を静かに過ごすというのもおそらくそうでしょう。というのも地ならしなしではミカサとエレンは自由に余生を過ごすことも無理だと思われるからです。そもそも第138話での2人は全世界を敵に回している状態です。たとえ4年とはいえ逃げ切ることはおそらく無理でしょう。なぜなら敵には2人を知り尽くしているアルミンもいます。そして逃げ切れなくなったエレンはとっておきの切り札を切るはず、それが地ならし。ミカサとの安全な生活が脅かされるぐらいならエレンは全人類虐殺を選ぶと思われます。したがってミカサが恋人と答えたとしても結局エレンは地ならしをしていたんです。
この伏線が現れたのは第34話です。第34話では調査兵団に捕まった兄が壁を登り壁外に逃亡しようとします。すると壁の一部がこぼれ、中にいた超大型巨人が顔を覗かせます。そろそろ散歩でもし出すと思うな、一斉に。この時のアルミンの発言はですね、冗談かと思われてたんですけども、始祖の巨人と王家の血筋が接触することで巨人に命令できると判明してからは現実的に起こり得るものだと予測できました。そしてこの地ならしという伏線は最終話で回収。そしてこの地ならしの結末とは全人類の8割を虐殺するというものです。というのもですね、エレンは生き残った人々がパラディ島に復讐するのを心配していました。なのでパラディ島に報復できないように全人類を8割も虐殺したんです。では最後に素敵な一節を紹介します。その一節とはモデルとなっている北欧神話を紐解くことで地ならしは予測できたという一節です。これは有名なんですけども、そもそも進撃の巨人のモデルは北欧神話だと言われています。というのも大きく分けて2つの根拠があります。まず1つ目の理由として、一番最初に生まれる巨人がユミルという共通点があるからです。北欧神話には初めて生まれた巨人、通称原初の巨人が登場しています。その原初の巨人の名前なんですけども、実はユミル。一方で進撃の巨人の世界で初めて巨人化したのは始祖ユミルですよね。このように北欧神話と進撃の巨人には一番最初に生まれる巨人の名前がユミルという共通点があるんです。次に2つ目の根拠として、世界観が似ているからです。北欧神話の世界観はこんな感じ。原初の巨人ユミルが生まれる。ユミルが多くの巨人を生む。神が人間の国を作り、巨人を国外に追放する。巨人が神と人間を滅ぼすラグナロクを始める。そして進撃の巨人のストーリーと比較するととても似ていることがわかります。先ほど解説したようにユミルが最初の巨人という共通点があり、また外から人間の世界に侵入しようとする巨人を囲いを作ることで退けるのも進撃の巨人の世界観とそっくりなんです。これように北欧神話と進撃の巨人の世界観は酷似。以上2つの理由により進撃の巨人のモデルは北欧神話だと思われます。では進撃の巨人のモデルとなった北欧神話を紐解くことでなぜ地ならしを予測できるのか。それは北欧神話の終末編にヒントが隠されているんです。北欧神話の終末編とは先ほどお話ししたラグナロクのことです。ラグナロクとは世界が神と人間の世界を滅ぼすというものです。そう、このラグナロクという構図どこかで見覚えありますよね。それが地ならし。進撃の巨人のラストではエレンが地ならしを発動させました。そしてパラディ島の三重の壁を形成していた巨人は一斉に歩き出す。そしてその巨人たちの散歩により全人類の8割は死んでしまいます。この地ならしの構図なんですけども、実はラグナロクそっくり。つまりラグナロクで人類を滅ぼしたように進撃の巨人でも地ならしで人類を滅ぼすエンディングが予測できたんです。次に炎の水、氷の大地、砂の雪原という伏線についてです。この伏線が現れたのは第4話。第4話の巨人に食べられそうになったアルミンをエレンが助ける場面では、エレンはですねアルミンとの幼少期の会話を思い出します。炎の水、氷の大地、砂の雪原。ちなみに直前にアルミンが発言していた海という伏線は回収されています。しかしこれら3つの正体が最終話まで判明していなかったんです。そしてこの炎の水、氷の大地、砂の雪原なんですけども、最終話でエレンとアルミンが散歩しながら目にするんです。そう、炎の水とはマグマのことだったんです。一方で氷の大地と砂の雪原は登場しませんでした。ではこの氷の大地と砂の雪原とは一体何のことか。それは南極大陸と砂漠のことだと思われます。それぞれ2つに分けて考察していきます。その前にですね、進撃の巨人の舞台となった場所について解説します。これは有名な説なんですが、進撃の巨人の舞台となった場所はズバリアフリカ大陸です。というのもアフリカ大陸の地図をひっくり返すと、そう、進撃の巨人の地図と一致しているんです。他にも進撃の巨人にはアフリカをモデルとした名前がいくつも登場しています。例えばレベリオンのモデルはリベリアだと思われます。ではなぜ氷の大地が南極だと言えるのか。それは物理的に距離が近くて特徴が一致しているからです。そもそも南極は単なる氷ではありません。大陸の上に氷が積もっている大地なんです。そう、南極と氷の大地は特徴が一致しているんです。また先ほど話したように進撃の巨人の地図は現実世界のものとほぼ同じなので、パラディ島やマーレがある大陸以外にも他の大陸がある可能性が高い。つまりパラディ島からさらに北に進むと南極大陸に到達できるかもしれないんです。これように物理的に距離が近くて特徴が一致しているので、氷の大地とは南極のことだと思われます。ではなぜ砂の雪原が砂漠だと言えるのか。こちらも同じですね、モデルであるアフリカ大陸の特徴と一致しているからです。そもそもアフリカ大陸にはいくつもの砂漠が存在しますよね。なのでマーレのある大陸に砂漠があっても不思議ではありません。また砂漠は色を変えれば雪原にそっくり。このようにモデルであるアフリカ大陸に存在して特徴が一致していることから、砂の雪原とは砂漠だと思われます。
イビルという単語が初めて登場したのは5巻に収録された特別編イルゼの手帳です。イルゼの手帳では巨人がユミル様よくぞと発言し、その巨人のことをイルゼ・ラングナーが書き綴るというものでした。そんな始祖ユミルの正体は人類史上最初に巨人化した人物です。そしてユミルの子孫こそがエルディア人、いわゆるユミルの民です。なのでですね、ユミルの民は巨人化できるユミルの能力を引き継いでいます。このように始祖ユミルに関する謎が作中で徐々に明かされていきます。そして最終話では完全に始祖ユミルに関する伏線が回収されました。そもそも始祖ユミルはなぜ巨人を作り続けていたのでしょうか。それは始祖ユミルが初代フリッツ王のことを愛してやまなかったから。そんな始祖ユミルと初代フリッツ王の馴れ初めについて軽く解説します。2000年前、始祖ユミルはそもそも奴隷という身分でした。しかし始祖ユミルは光るムガデと接触し、巨人化という力を手にしたことでエルディア人の発展に大きく貢献。そして始祖ユミルは初代フリッツ王との間に3人の子を産みます。それが壁の名前のモデルとなっているシーナ、ローゼ、マリアです。そんなある日、初代フリッツ王は槍で貫かれ死にそうになってしまいます。しかしそのピンチを始祖ユミルが身を挺して救うんです。起きて働け、お前はそのために生まれてきたのだよ、我が奴隷ユミルよ。しかしそんな始祖ユミルに対し、初代フリッツ王は残酷な言葉を投げかけます。そう、初代フリッツ王が最後まで自分のことを奴隷としか見ていなかったことに絶望し、ユミルは巨人の力で回復することなく生き絶えたんです。その後始祖ユミルは初代フリッツ王の発言にとらわれ、死さえ存在しない世界にて歴代始祖の巨人の命令に従って始祖ユミルは巨人を一生作り続けたんです。彼女が自由を求めて苦しんでいたのは確かだ。一方でユミルは巨人を作り続けることから解放されたいとも思っていました。そんなユミルを救った人物こそがミカサでは、ユミルの愛の苦しみから救う人物がなぜミカサだったのか。それは同じ境遇を持つミカサにしかユミルを救えなかったからです。そもそも二人には最愛の人に奴隷扱いされるという共通点があります。第122話ではユミルが最愛のフリッツ王から奴隷扱いされており、奴隷として戦い続けるように命令されています。一方で112話ではエレンがミカサとアルミンを突き放し、エレンはミカサのことを奴隷と罵るんです。このようにユミルがフリッツ王から奴隷扱いを受けていたこととミカサがエレンに奴隷と評価されたことは一致。なのでユミルを愛の呪縛から救えるのはミカサだけだったんです。そんなミカサは地ならしを止めるために最愛のエレンを切り殺しました。そう、ミカサは最後は愛するエレンに囚われることはなかった。エレンに愛情を抱きながらも世界を救うために最終的には自由に行動したんです。そしてミカサがエレンを殺すのを目撃したことで始祖ユミルは愛の呪縛から逃れます。そう、始祖ユミルは自分も最愛のフリッツ王の呪縛から逃れ自由に行動していいことに気づく。こうして始祖ユミルは死さえ存在しない世界で巨人を作り続けることをやめたんです。ちなみにですね、ミカサの頭痛の原因はユミルがミカサの頭を覗いていたことでした。あなただったので、ずっと私の頭の中を覗いていたのは。このようにユミルは自分の愛の呪縛から解放してくれるミカサのことをずっと待ち続けていたんです。ダイナ巨人がベルトルトを無視したのは第2話でした。第2話では超大型巨人がウォールマリアを破壊し、壁内に巨人が流入して母カルラ・イェーガーは巨人に食べられてしまうんです。そしてこの母カルラを食べた巨人なんですが、実は父グリシャの前妻であるダイナ・フリッツの巨人なんです。さらにこの時の詳しい描写が第96話で明らかになってます。それはダイナ巨人が母カルラを捕食する前にある人物を食べるのを無視していたんです。それがベルトルト。そう、ダイナ巨人はベルトルトを食べなかったので結果的に母カルラを食べることになったんです。そしてこの伏線は最終話で回収されています。あの日ベルトルトはまだ死ぬべきじゃなかった、だから見逃して向かわせた。ダイナ巨人がベルトルトを無視したのはエレンが原因だったんです。全ては俺が望んだこと。つまり第1話で母カルラが巨人に食われたことがエレンの復讐の源になっているんですが、その母カルラを巨人に食わせることを選択したのがエレンだったんです。というのもですね、ダイナ巨人がベルトルトを捕食して人間に戻ると超大型巨人がアルミンに継承されなかったりといろいろとまずかったから。なのでエレンはダイナ巨人を操り、ベルトルトを無視させて近くにいた母カルラを犠牲にすることを選択したんです。そう、エレンは母を犠牲にしてでもアラディ島の仲間を守りたかったんです。もっと言うと本質的にはエレンが自由を求めた結果、ダイナがベルトルトを無視したことも含めて全ては決まっていたことなんです。ではダイナ巨人がベルトルトを無視しなかったらどうなっていたのか。結論から言うとパラディ島は崩壊していた。ベルトルトは知性巨人なので、ベルトルトを食べたダイナ巨人は人間であるダイナフリッツに戻ることになります。そして仮に人間に戻ったダイナが壁内にうまく
潜り込めたとします。となるとですね、いつかはグリシャと出会うかもしれません。そんなグリシャは超大型巨人に壁を壊された日のうちに始祖の巨人をレイス家から奪っています。そうとなると始祖の巨人の力を持つグリシャと王家の血を受け継ぐダイナが揃うんです。つまり2人が再会さえすればいつでも地ならしが発動できるんです。そして2人には失うものがないので地ならしを発動してマーレを滅ぼす可能性も十分考えられるんです。では本当に地ならしは発動されるのでしょうか。これには一つだけ疑問があります。その問題点とはエレンが進撃の巨人の能力を使ってグリシャにレイス家を襲撃させたことです。元はといえば父グリシャがレイス家を襲撃したのは第50話でエレンとダイナ巨人が接触することがトリガーとなっています。そして母カルラの死が確定するまでの流れはこんな感じです。第120話でエレンとジークの記憶通話中にエレンが父グリシャにレイス家を殺すように脅す。父グリシャがフリーダレイスから始祖の巨人を手に入れる。父グリシャがエレンに始祖の巨人と進撃の巨人を継承。第50話でエレンがダイナ巨人と接触することで座標の力が発動。第96話でダイナ巨人がベルトルトを無視し母カルラを捕食することを決定。そしてまた最初に戻るという感じです。そもそも記憶ツアーとは第121話でエレンとジークが父グリシャの記憶を覗くことであり、また座標の力とは始祖の巨人と王家の人間が接触することで無垢の巨人を操ることができたりすることです。そしてこの流れは過去と未来が入り混じっていて矛盾するように見えますよね。この時間の矛盾というタイムパラドックスに関しては後ほど詳しく考察します。そしてこの母カルラの死が確定するまでのステップなんですけども、一つも欠かすことができません。例えばダイナ巨人がベルトルトを捕食すると第50話でエレンがダイナ巨人と接触することはありませんし、エレンはグリシャを通じて未来の自分も見えないのでエレンが父グリシャにけしかけてグリシャが始祖の巨人の力を手に入れることもなかったでしょう。つまりダイナ巨人がベルトルトを無視することは始祖の巨人が不正の地義にとらわれない父グリシャに渡るには必要不可欠だったんです。もっと言うとダイナ巨人がベルトルトを無視しない限り地ならしを発動させることは不可能なんです。そしてダイナ巨人がベルトルトを捕食するとマーレがパラディートに攻め込むことも当分無理でしょう。というのもベルトルトはマーレの貴重な巨人兵器の一人だから。となるとマーレとパラディートはお互い膠着状態になる。しかし13年でグリシャとダイナが寿命を迎えることで一気に動きます。そもそも進撃の巨人の世界では9つの巨人を有する人間が能力を継承させずに死んだ場合、新しく生まれてくるエルディア人にランダムに継承される仕組みがあります。つまりパラディ島かマーレにいるエルディア人のいずれかに継承されるんです。しかしパラディ島内で超大型巨人と進撃の巨人の能力を継承したとしても13年で次の人に継承しないとダメなことを知りません。なのでいずれの巨人もいつかはマーレにいるユミルの民が継承するんです。となるとマーレは全ての巨人を手に入れることになりますよね。いずれは全ての巨人を揃えたマーレによってパラディ島は殲滅されるんです。このようにダイナ巨人がベルトルトを捕食するとパラディ島は滅ぼされていたと思われます。始祖の巨人という単語が初めて登場したのは第67話。第67話のエレンが皇室化して調査兵団を守ったシーンではハンジがこのように発言しています。エレンの中にある巨人の力を仮に始祖の巨人の力としようか。このようにエレンの持つ巨人が始祖の巨人と判明しました。そしてこの始祖の巨人の力については徐々に伏線が回収されます。例えば始祖の巨人と王家の血筋を引く巨人が接触することで始祖ユミルの子孫であるユミルの民の記憶改ざんさえできます。そして最終話では始祖の巨人の力について完全に伏線が回収。それは始祖の巨人には過去も未来もないというものです。始祖の巨人がもたらす影響には過去も未来もない、同時に存在する。では過去と未来が同時に存在するとどのようなメリットがあるのでしょうか。それはタイムパラドックスが生じたくなるんです。そもそもタイムパラドックスとは時間移動による矛盾のことです。先ほどダイナ巨人がベルトルトを無視するという伏線の考察では話したようにカルラの死が確定するまでの流れはこんな感じになっています。第120話でエレンとジークの記憶通話中にエレンが父グリシャにレイス家を殺すように脅す。父グリシャがフリーダレイスから始祖の巨人を手に入れる。父グリシャがエレンに進撃の巨人と始祖の巨人を継承。第50話でエレンがダイナ巨人と接触することで座標の力が発動。第96話ではダイナ巨人がベルトルトを無視して母カルラを捕食することを決定。そしてまた最初に戻るという感じです。普通の世界であれば未来から過去のことを書き換えることなんてできませんよね。しかしグリシャがレイス家を殺すことは過去のことなのに未来から過去にと繋がっているんです。これようにエレンは座標の力を発動することで壁が崩壊した時に母カルラがダイナ巨人に捕食され死ぬことを決定したんです。これは一見すると矛盾しているようにも見えます。なんですけどもこれは別にタイムパラドックスとはならないんです。というのもですね、始祖の巨人の力については過去と未来が同時に存在するからです。つまりエレンはどのタイミングで始祖の巨人の力を発動したとしても他の時間に起こるはずのことを書き換えることができるんです。
次に駆逐してやるこの世から一匹残らずという伏線。この伏線が貼られたのは第2話でした。第2話では超型巨人によりヴォルマリアが突破されます。そしてエレンの母であるカルラは巨人に食われて亡くなりました。そんなエレンが巨人に対する憎しみを込めて次のように発言しています。駆逐してやるこの世から一匹残らず。本当にエレンが一匹残らず何かを駆逐できるかは物語の最後まで判明しませんでした。そしてこの伏線は最終話で回収されます。最終話ではエレンが始祖の巨人の力を使うんですが、その力とはユミルの民の体の構造を変化させるというもの。エレンは始祖の巨人の力を使い、ユミルの民が巨人ができないようにしたんです。ではなぜエレンはこの世から巨人を一匹残らず消し去ることができたのか。それは始祖ユミルが真の愛情の形に気づけたからなんです。先ほど解説したように、愛する者である初代フリッツ王にはずっと従い続けなければならないと始祖ユミルは思っていました。しかし二人を見て真の愛情の形に気づくことができたんです。その二人とはミカサとエレン。第138話のラストではミカサがエレンの首を跳ねて殺します。そしてミカサはエレンの生首にキス。その光景をシソユミルは目の前で満足そうに見ていましたよね。このように愛する人に服従し続けることだけが愛ではないとミカサは証明。よってシソユミルは初代フリッツ王のことを愛していても命令を無視しても良いことだと気づいたので、巨人を作り続けることをやめたんです。こうしてこの世から一匹残らず巨人が消え、エレンの願いは達成されたんです。次にマフラーを巻いてくれてありがとうという伏線です。この伏線が貼られたのは第50話。第50話では調査兵団がライナーたちにさらわれたエレンを救出しに向かいます。しかしこの時ハンネスはエレンを守るために母カルラの仇であるダイナ巨人と戦って食べられてしまうんです。そして死期を悟ったミカサはエレンに対してこう発言します。マフラーを巻いてくれてありがとう、そんなもん何度でも巻いてやる。しかしエレンはその後ミカサの元から離れていく。そもそもエレンとミカサは幼少期の頃から家族以上の仲なのに、二人の仲は悪くなっていったので、エレンがミカサにマフラーを再度巻くことはないと思われていました。しかしこの伏線は最終話で回収されました。最終話ではエレンの墓参りをしているミカサに鳥になったエレンがマフラーを巻くんです。ではなぜこの鳥がエレンであると言えるのか。その最大の理由として直後のミカサの発言です。マフラーを巻いてくれてありがとう。いろいろと根拠はあるんですが、このミカサの発言より鳥の正体がエレンだと判明しています。またミカサの発言は第50話のオマージュにもなっているんです。なのでマフラーを巻いてくれてありがとうという伏線は回収されたと言えるんです。最後に素敵な一節を紹介します。それはエレンが最終話で鳥になるのはすでに予告されていたという一節です。その最大の理由は第130話でエレンの回想なのに鳥視点のコマが複数描かれているからです。第130話の冒頭ではエレンが過去の記憶を思い出しています。そしてエレンが思い出した記憶は全てエレン視点で描かれているんです。しかしそれには視点が不自然なコマがいくつかあるんです。例えば第91話の冒頭でファルコが戦争地で倒れているシーンのコマ、ファルコは手を伸ばしながらこう発言しています。ここは危ねえぞ、飛んでいけ。これは空にいた盗賊カモメに向かっての発言なんですが、このシーンを空から見れるのはそう空中にいる鳥だけなんです。ではなぜエレンの回想に鳥目線のシーンが描かれているのでしょうか。それはこの空中にいる鳥がエレンだからなんです。エレンが鳥になって空中を飛んでいたので空中からファルコを見下ろすことができたんです。しかしこのシーンは第91話で描かれたものなので、最終話でエレンが亡くなる前のことですよね。では第91話の時点でなぜエレンは鳥になっていたのか、それは始祖の巨人の力の考察でお話ししたことで説明できます。というのも始祖の巨人には過去や未来という概念がなく、過去も未来も同時に存在しています。したがって第130話の鳥の視点のコマはエレンが最終的に鳥になることを暗示していたんだと思われます。次は2000年後の君へ。この伏線が貼られたのは第1話なんですが、2000年後の君へには実はですね3つの疑問があるんです。1つ目が2000年後の君への君とは誰のことか、2つ目の疑問がなぜ2000年後なのか、そして最後3つ目の疑問がそもそも誰からのメッセージなのかです。そしてこの3つの疑問のうち最終話で回収されたのは君とは誰のことなのかという疑問です。ではこの君とは一体誰のことだったのでしょうか。それはミカサ。君の正体がミカサのことだと判明するのは最終話でエレンがアルミンにユミルのことを話すシーンです。2000年間ずっと愛の苦しみから解放してくれる誰かを求め続け、ついに現れた、それがミカサだ。このエレンの発言によって始祖ユミルが2000年間ずっと待ち続けたのはミカサだと判明しました。ちなみに2000年とは第122話で判明しているように始祖ユミルが亡くなってからの年月です。また2000年後の君へとはユミルからのメッセージでした。では最後に素敵な一節を紹介します。その一節とは始祖ユミルは結婚という関係性に憧れていたという一節です。先ほど
ですね、始祖ユミルについての考察でお話ししたように、ミカサが愛するエレンを殺すのをですね、ユミルが目撃することで、新しい愛の形に気づくことができました。では、ミカサのエレンに対する愛情はいつ確認したのでしょうか。それは第138話のラストで、エレンの生首にミカサがキスをするシーンだと思われます。では、なぜキスを目撃することで、始祖ユミルはミカサのエレンに対する愛情に納得できたのでしょうか。それはユミルが結婚に憧れていたから。その最大の理由として、第122話の扉絵や、第137話のジークとアルミンの会話部分。これらではですね、結婚式を羨ましそうに眺めるユミルが実は描かれてるんです。そして結婚式といえば誓いのキスですよね。そう、始祖ユミルは結婚に憧れていたので、愛情表現といえばキスだと思っていたのでしょう。なので、ミカサのエレンに対するキスを目撃して微笑んだんだと思われます。つまりですね、結婚に憧れていたユミルは、キスを目撃することで、ミカサのエレンに対する愛情を確信できた。そんなミカサが愛するエレンのことを殺してしまったので、ユミルはフリッツ王の言葉に従うことをやめられたんです。次に、お前は自由だという伏線についてです。この伏線は2018年11月18日に放送された情熱大陸で貼られました。情熱大陸では、進撃の巨人の作者である伊佐山先生が物語のラストコマを公開したんですが、それはですね、男性が赤ちゃんを抱きかかえながら、お前は自由だと発言するものでした。しかし、情熱大陸で公開されたコマは、実は最終のコマではありません。確かにですね、最終話で描かれたコマの中には、情熱大陸で公開されたコマに似た描写があるんですけども、これはですね、グリシャが赤ん坊のエレンを抱きかかえながら、お前は自由だと発言するものだったんです。では、なぜこのコマが予告されていた通り、最終コマとならなかったのでしょうか。それは物語のメッセージ性を考えた結果、後味が悪すぎるからだと思われます。そもそもこのコマはグリシャがエレンにお前は自由だというものです。しかしエレンは自由を望んでいたものの、結局は自由のもとに生きることができませんでした。というのもエレンはミカサたちが平和に暮らせる世界を手に入れるために、自分の自由を犠牲にしたからです。そして彼にこのコマがラストのコマだったとします。すると自由の奴隷であるエレンがお前は自由だと最後に言われることになってしまうんです。そう、自由でない人に対して自由だということは皮肉が効きすぎていますよね。よってですね、グリシャがエレンにお前が自由だと語るコマを最終コマにするのをやめたんだと思われます。次に、人類を救うのはアルミンお前だという伏線について。この伏線が貼られたのは第84話です。第84話の冒頭では、巨人化できる注射液を誰に打つかでエレンとリヴァイが揉めます。そしてアルミンに注射を使うためにエレンは次のように発言するんです。人類を救うのは俺でも団長でもないアルミンだ。しかしこの後のアルミンといえば目立った活躍がありませんでした。そう、アルミンが本当に人類を救うのか分かんなかったんです。しかしこの伏線は最終話で現実のものとなります。それはアルミンが自分のことをエレンを討ち取ったものだと主張することで争いを一時的に沈めたんです。そしてアルミンは人類の敵であるエレンを討伐した英雄となりました。このようにアルミンが最終的に人類を救ったので伏線が回収されたと言えるんです。では最後に素敵な一説を紹介します。その一説とは、エレンは始祖の巨人の力でアルミンが世界を救うことを把握していたという説です。そもそもですね、第84話のエレンの人類を救うのはアルミンお前だという発言なんですけども、これはアルミンを救うために出任せを言ったわけではないんです。というのもエレンは深層心理で未来の記憶をしていたので、アルミンが世界を救うと本当に思って発言したんだと思われます。そもそもエレンが未来に起こることを完全に知ったのは第90話です。第90話ではエレンがヒストリアの手にキスをするんですけども、このシーンでエレンが王家の血を引くヒストリアと接触することで進撃の巨人の前の継承者であるグリシャの記憶が流れ込んできたんです。そんなグリシャは進撃の巨人の能力で未来の継承者であるエレンの記憶を見ていました。つまりですね、この時エレンはグリシャを通じて未来の自分の記憶を見ていたんです。つまりこの瞬間にエレンはアルミンが世界を救うことを知ったんだと思われます。しかし第90話でエレンはアルミンが世界を救うことを知るんですけども、世界を救うのはアルミンだとエレンが発言したのは第90話より過去の第84話なのでおかしいですよね。ではなぜこうしたことが起きたのか。それは始祖の巨人の力です。先ほど解説した通り、始祖の巨人には過去も未来も同時に存在します。つまり未来の自分の行動が現時点での行動に影響を及ぼすこともあるんです。つまりエレンはアルミンが未来において世界を救うことを無意識に把握していたんだと思われます。
次にエレンのミカサに対する思いです。この伏線が張られたのは第112話。第112話の冒頭では調査兵団の前から姿を消したエレンが再びミカサとアルミンの前に姿を見せます。そしてエレンは幼馴染の二人のことを罵倒していくんです。俺はガキの頃からずっとミカサ、お前のことがずっと嫌いだった。では本当にエレンはミカサが嫌いなのでしょうか？それは違います。というのもこの謎伏線はですね、最終話のエレンの発言で回収されています。俺が死んだ後もしばらく10年以上は引きずっててほしい。このようにエレンはミカサのことが大好きなんです。しかしエレンはですね、ミカサに殺してもらう必要がありました。というのも始祖エミルが愛する初代フリッツ王のことを裏切ってもいいと気づくには、ミカサが愛するエレンを殺すことが必要不可欠だったんです。なのでエレンはあえてミカサを突き放すような態度をとって嫌われようとしたんです。では最後に素敵な一説を紹介します。その一説とは、最終的にジャンとミカサが結婚したもののエレンの願いは叶ったというものです。皆さん知っての通り、ジャンとミカサはおそらく結婚したと思われます。それは単行本34巻最終話の加筆ページを見ることで判明しています。最終話の加筆ページでは赤ちゃんを抱きかかえるミカサとジャンらしき人の後ろ姿が描写されています。そして赤ちゃんがいることから、おそらく2人は結婚したんだと思われます。ではミカサの愛情は本当にジャンに行ってしまったのでしょうか？そんなことはありません。というのもミカサはこの時もマフラーを巻いているので、エレンへの思いも捨てきれずにいるんだと思われます。さらに単行本の加筆ページによると、ミカサは亡くなる時もこのマフラーを巻いてるんです。そう、ミカサはジャンと幸せな結婚生活を送りました。一方でエレンからもらったであろうマフラーをずっと身につけていたんです。つまり最後までエレンのことを特別に思っていたということです。そしてこれは、俺が死んだ後もしばらく10年以上は引きずっててほしい、このエレンの願いを叶えているとも言えますよね。それと同時に最終話で発言した幸せになってほしいんだという願いも叶っているんです。次にエレンはいつ会いに来たのかという伏線についてです。この伏線が現れたのは最終話。エレンはですね、記憶を消す前にこれから起こることをアルミンに伝えに来ました。しかしこれがいつのことであるかは作中では言及されてないんです。では結局エレンはいつアルミンに会いに来ていたのでしょうか？それは第131話のパラディ島を脱出した船の上でアルミンに会いに来ていたんです。なぜそう言えるのか？最大の理由として第131話と最終話で兄が同じ発言をしているからです。もう怪我は治ったの？あれ？兄？なのでですね、第131話と最終話で離れてるんですけども、実は同じシーンを描いてることがわかるんです。では第131話でまだ人間として生きているエレンがどうやって鳥になって会いに来たのでしょうか？それは鳥になったエレンが道を通じて会いに来たんだと思われます。先ほど解説したようにエレンと鳥は深い関係があります。例えば最終話では鳥になったエレンがミカサにマフラーを巻きました。そして131話では先ほどの兄とアルミンの会話の後に同じ鳥が登場しているんです。この鳥こそがおそらくエレン。そう、エレンは鳥になった状態でアルミンに会いに来た。そして道を通じてアルミンと会話をしたのでしょう。それから始祖の巨人の力を使い記憶を消した。しかし最終話では巨人の力がこの世からなくなり、アルミンはエレンが会いに来たことを思い出せたんです。次に盗賊カモメという伏線についてです。盗賊カモメという鳥は第1話から進撃の巨人に登場しています。その描写はですね、非常に意味深なものだったんですが、長らく正体が明かされませんでした。しかしこの伏線は最終話で回収されます。結論から言うと、盗賊カモメの正体は実はエレンだったんです。最大の根拠は、最終話でマフラーを巻いた鳥に向かってミカサが次のように発言してるから。エレン、マフラーを巻いてくれてありがとう。これにミカサは鳥のことをエレンと認識してるんです。では最後に素敵な一説を紹介します。その一説とは、盗賊カモメの英名を紐解くことでその正体がエレンだと判明するというものです。そもそもですね、盗賊カモメは英語で何というのでしょうか？実は盗賊カモメは英語でポマリン・イェーガーと言います。このポマリン・イェーガーの後半部分に注目してください。イェーガー、そう、イェーガーなんです。これはつまりエレンの名字と一致してるんです。つまり盗賊カモメの英名を紐解くことでその正体がエレンだということが考察できたんです。次にエレンがユグドラシルの木の根元で眠るという伏線についてです。この伏線が張られたのはもちろん第1話。第1話でエレンがユグドラシルの木の根元で居眠りしているシーン。そしてこの木の根元をよく見ると十字架の傷があるんです。そしてこの十字架の傷の意味は長らく判明してませんでした。しかしこの伏線はついに最終話で回収されるんです。この十字架の傷の意味とは、エレンがここで永遠の眠りにつくということだったんです。最終話でミカサはこの木の根元にエレンの墓を作ります。そう、かつて居眠りをしたユグドラシルの木の根元で
エレンは永遠の眠りについたんです。ちなみにエレンの墓標にはこのように記されています。最愛のあなた、ここで永遠に居眠りにつく。では最後に素敵な一節を紹介したいと思います。その一節とは、このユグドラシルの木は北欧神話をモデルにしているというものです。先ほど闇落ちエレンの考察でも解説したように、進撃の巨人は北欧神話をモデルにしていると言われています。そしてそんな北欧神話にもユグドラシルの木が実は登場しているんです。そしてユグドラシルとは、北欧神話に登場する世界を全て包括するものだと言われています。一方で進撃の巨人のユグドラシルの木は、始祖エミロが巨人の力を手に入れた木でしたよね。またエレンの墓がある場所でもあります。ではなぜユミルが巨人の力を手に入れた木がシガンシナクにあるユグドラシルの木と同じであると言えるのでしょうか。最大の根拠として、第122話で始祖エミルが巨人の力を手に入れた木と最終話の解説ページに登場した木が同じだからなんです。そもそも最終話の解説ページではミカサたちが亡くなった後の木が描かれます。それはとても長く伸びていて、根元には空洞があるんです。そう、この木なんですけども、第122話で登場したユミルが巨人の力を手に入れた木と構図が全く同じなんです。つまりユミルが巨人の力を手に入れた木とエレンが眠りについた木は同じものなんです。もっと言うと、第1話でエレンが寝ていた木もこれと同じ木です。このように進撃の巨人に登場するユグドラシルは巨人の能力と深いつながりがあるんです。さらに進撃の巨人のユグドラシルの木といえば、最初の巨人が登場した場所でもあります。思い起こせば、始祖エミルはユグドラシルの木の中で光るムカデのようなものと接触することで初めての巨人となりました。そう、進撃の巨人のユグドラシルは全ての巨人の源となった場所なんです。このように北欧神話のユグドラシルの木が世界を包括することと、進撃の巨人のユグドラシルの木が全ての巨人の源であることは完全に一致してるんです。次にライナーと母の和解という伏線についてです。この伏線が張られたのは第95話。第95話のラストでは、鎧の巨人を継承したライナーブラウンを母カリナブラウンが送り出します。そして母カリナブラウンは次のように発言。お前なら任務を果たせるよ。きっと父さんもお前の成功を祈ってくれてるから。この任務とは、パラディ島の始祖の巨人を奪還するという作戦です。もちろん危険な任務なので、次に生きて会えるかは分かりません。そう、根性の分かるかもしれないのに、母カリナブラウンは息子ライナーのことを一切心配せずに送り出していたんです。そしてなぜこのような態度を取ったのかは最終話で回収されました。最終話のクライマックスで、みんなが巨人の力がなくなったシーンでは、母カリナと息子ライナーが感動の再会を果たします。ずっとごめんねライナー、これ以上何もいらなかったんだよ。そう、本当はライナーとまた会えるだけで十分だったと思っていたんです。つまり第95話で任務を果たせるように願っていたのは本心ではなかった。では最後に素敵な一節を紹介します。その一節とは、母カリナの本心は第95話のタイトルに隠されていたという説です。そもそも思い返せば、第95話のタイトルといえば嘘つき。この95話ではいろいろな嘘が散りばめられているんですけども、例えばですね、ライナーがパラディ島で出会った104機調査兵団のことを悪く思っているのも嘘でした。そして95話ではなんと母カリナも嘘をついていたんです。先ほど解説したように、母カリナは息子ライナーとの再会だけを願っていました。しかし第95話では任務の成功だけを願っているように見えます。95話のタイトルは嘘つきなんですが、実は母カリナも嘘をついていたんです。というのも、周りの戦士に選ばれるのは名誉なことなので、人前では喜ぶ素振りを見せないと処刑される。このように母カリナの本心は第95話のタイトルに隠されていたと思われます。次に死に急ぎやろうという伏線。この伏線が貼られたのは第18話。第18話の立体機動訓練後で104機が会話をするシーンでは、ジャンがこのように発言しています。間違っても死に急ぎやろうの班には入れられたくないな。この時はですね、ジャンのただの冗談だと思われていました。しかし後にこの死に急ぎやろうの本当の意味が判明します。そう、エレンがミカサに首を切られることで、エレンは他の104機のメンバーよりも先に亡くなったというものです。余計なお世話なんだよ死に急ぎやろう。そしてこの兄の発言通り、エレンはミカサや104機の幸せを願ったので、本当に死に急いでしまったんです。最後に巨人ではないことの証明という伏線です。この伏線が張られたのは第10話です。第10話でエレンがその正体を問われるシーンでは、貴様の正体は何だ、人か巨人か。この時エレンの正体が鎧の巨人のような壁を壊す悪い巨人であるかは分からなかったので、ピッツ隊長はですね、エレンに正体を解いたんです。そしてこの場面、実は最終話でオマージュされていたんです。最終話にて巨人の力がなくなったアルミンたちが銃口を突きつけられるんですけども、証明できるか今ここで。人類は弓
ルの民が本当に巨人化できなくなったか信じられなかったんです。パラディ島のエルディア人、アルミン・アルレルと、進撃の巨人、エレン・エーガーを殺したものです。しかし、アルミンは自分がエレンを殺したものだと名乗り出た。そんなアルミンは第10話と同じように、巨人ではないことを証明して争いを収拾させたんです。という感じで、最終話の伏線について考察してきたんですけども、皆さんはどう思いますでしょうか？ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。